どうも、あいちゃです。突然ですが、皆さんは Steam ライブラリーというものをご存知でしょうか？こちらは経済産業省が進める未来の教室の一環で制作されたもので、このようなたくさんのワクワクする動画が詰まったサイトのことなんです。現在こちらのサイトにはだいたい173コンテンツの動画が自由に見られるようになっていて、その上学習者用と指導者用の資料も無料でダウンロードできるようになっています。たくさんあるのでいろいろとね紹介していたいところではあるんですが、今回は私が気になった4つのコンテンツを紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ゴンギツネ、皆さんは覚えていますでしょうか？今は小学校4年生で習うものなんですが、私もね小学校の時に習った記憶があります。最後の終わり方が結構悲しいんですよね。まあ、当時のそのインパクトというかはすごく覚えていて、もう30年近く経ちましたけど、やっぱり内容は今でも覚えているくらいです。ただあの作品にはですね、張り切り網だったりひなまじゅうなどのような子供たちにはあまり聞きなじみのないものがよく出てきますよね。そういった子供たちにビジュアルで伝えることのできるコンテンツがありますので、早速見てみましょう。張り切り網。張り切り網は兵十が川で漁をしている時に使っていた網です。映像で見ているものは長さが6メートルほどある大きめの張り切り網です。大きさもいろいろで3メートルくらいの長さの張り切り網もあります。他にもビクやひなまじゅうの説明だったり昔の民家の動画などもありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いては昨今耳にすることが増えてきた金融教育などのお金に関するコンテンツです。百聞は一見にしかずですから、早速こちらもご覧いただきましょう。早速ですが皆さんに質問。将来お金ってたくさんあった方がいい？これから長い人生を生きていく上でお金はたくさんあった方がいいと思いますか？私は料理の勉強してゆくゆくはキャットフードの店を開きたいから、お金はたくさんあった方がいいにゃ。では皆さんもお金はたくさんあった方がいいか、その理由と一緒に考えてみてください。皆さんはどんな答えになったかな？にゃかには人生金が全てじゃない、愛があれば生きていけるさ、にゃんって答えた人もいるんじゃないですか？でも多くの人は確かに愛も大事だけどお金はたくさんあった方がいいわ、こんな風に考えるんじゃないでしょうか。その理由も様々です。例えば結婚して子供ができたら子供を育てていくのにお金は必要。仕事だけじゃなく自然が豊かな場所で趣味も充実させて都会と田舎の二重生活がしたい。そのためにお金を貯めておかないと。今ご覧いただいたのはこのシリーズの1本目で、このシリーズは合計10本の動画があります。その中で自分にとってまた社会にとってのお金や投資の話、そしてそのリスクとどう向き合っていくのか、そのあたりにも触れられています。私自身も2児の父で長男は小学校3年生なのですが、そろそろねお金に関する金融教育を始めていきたいと思っています。ですがやっぱり文字媒体だけだとなかなか難しいんですよね。こちらのコンテンツにも学校や家庭で一緒に考えたり記入したりすることができるワークシートもダウンロードできます。なのでこういったものを親子で一緒に見ていくというのが金融教育のスタートとしてはすごくいいのではないかと感じています。続いては桃太郎の気になる点を挙げようという動画です。こちらは空想科学研究所の柳田さんと子どもたちがオンラインで学び合っている様子を見られるものです。今から少し見ていただくんですが、こちらは鬼退治に連れていくならどんな動物がいいかなっていうテーマで話し合っている様子です。早速見ていきましょう。赤カンガルー。うん、こんなのが巻きついてきたら大変ね。それから誰か言った赤カンガルー、
これね、人間のキックボクサーのキック力が1トンと言われるので、その 4.8 倍の威力。鬼もきついかもね。ダチョウのキック力なんて初めて聞きましたね、僕は。子供たちの生き生きとした自由な発想が見れて楽しいですよね。桃太郎以外にもジャックと豆の木を題材にしていろいろなテーマで話しているものもあります。ちなみに他の動画で桃は本当に水に浮くのっていう実験をやってるものもありますので、ぜひねご覧になってください。最後の動画はデータ活用についてです。データ活用と聞くと難しそうだなって感じる方もいるかもしれません。ですが今回の動画はサッカーの話で、どのようにサッカーの中で実際のデータが活用されているのかという話を聞くことができます。プロでのデータ活用の前に、まずアナリストとは何か教えてもらいましょう。プロスポーツでは試合での勝利やチーム力アップのためにデータを活用しています。それを行う専門的なスタッフをアナリストと呼び、野球やサッカー、バレーボール、バスケットボールなど様々なプロスポーツチームでアナリストが増えています。最近では大学や高校の運動部活動でもアナリストとして活動している生徒も増えてきており、プレー以外でもそのチームに貢献しています。アナリストの役割は試合や練習での選手やチームのプレーを分析し、そこから有益な情報を得て監督やコーチ、選手、チーム編成責任者に伝えることです。そうすることで監督やコーチ、選手、チーム編成責任者は戦略や戦術、練習内容などを決めるときに、今までの経験や勘に頼るだけでなく、その情報も使うことで確率の高い選択肢を選ぶことができるようになります。テクノロジーの発展とともに映像やデータを入手したり使いやすくなってきており、アナリストの貢献度もどんどん高くなってきています。プロだけではなく高校や大学でもアナリストの需要が高まっているんですね。データ活用という言葉だけだと難しく感じてしまいますが、こういった身近なスポーツとつなげてもらえると内容も分かりやすいですよね。ちなみにサッカー以外にも野球だったりバスケットボール、卓球などと関連した動画もありますので、ぜひね気になるスポーツを見てみてください。テーマを聞いただけだと難しそうだなって感じたり、自分とは関係ないやって思うものもあるかもしれないんですが、実際に見てみると、あ、意外と自分の身近なところと関係あるんだなって思うことができます。全部で173コンテンツありますので、お気に入りのものを見つけるのはなかなか難しいかもしれませんが、先生にとって、保護者の方にとって、何より子どもたちにとって有益なものは必ずあるサイトにはなっておりますので、ぜひね STEAM ライブラリーと検索してご覧になっていただけたらと思います。それではここまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。